定例記者会見を始めさせていただきます。年度は平成30年度に移りますが、平成29年度中は記者の皆様はじめ報道関係の皆様には本市の話題を多数ご取材をいただきありがとうございました。おかげさまをもちまして本市の情報を年間を通して多くの方々に目にしていただくことができました。この場をお借りいたしまして改めて御礼を申し上げますとともに、引き続きご取材をいただけるよう新年度も力を入れてまいりますのでよろしくお願いを申し上げます。さて、春分の日に東京で雪が降るなど寒の戻りもありましたが、いよいよ春らしい暖かい日が続く季節となってきました。今年は寒い冬だったという割には、全国的に桜の開花が平年よりかなり早いと言われていますが、龍ヶ崎では早咲きの般若院のしだれ桜がほぼ例年通りの開花で、24日25日の夜にはライトアップもされ、市内外からの多くの見物客でにぎわいました。いよいよ次はソメイヨシノですが、例年ですとこのしだれ桜よりおよそ1週間遅れて満開を迎えます。世の中に耐えて桜のなかりせば春の心はのどけからましという有原の成平の歌のように浮き立つような気持ちの中にも気ぜわしさを感じる季節ですが、これも日本の春ならではの風情でもあり、その儚さも含めて龍ヶ崎市の美しい季節が一日でも長く続くことを願っています。本市には県の天然記念物で樹齢450年以上の般若院のしだれ桜の他にも、4月1日に学校主催で桜祭りが予定されています樹齢70年以上のソメイヨシノの大木約260本が校庭を取り囲む、愛国学園大学附属龍ヶ崎高等学校、そして西暦2000年記念で、市民が植樹した、500本の桜が見事に咲き誇る龍ヶ丘公園をはじめ、森林公園、小田畑神社、愛宕神社など桜の名所が数多くございますので、市民の皆様と共にこれらの名所を巡り、情緒あふれる龍ヶ崎を満喫する春の盛りになることを楽しみにしているところです。それでは、本日の情報提供を始めさせていただきます。はじめにその桜のイベント桜祭りについての情報です。市観光物産協会では毎年4月に、今も紹介いたしました市の桜の名所の一つ龍ヶ丘公園で桜祭りを開催しています。今年の開催日は4月7日の土曜日となりまして、毎回好評いただいております龍ヶ崎コロッケをはじめとした美味しいもの物産品の販売や、和太鼓やコンサートダンス等のステージイベントのほか、3代目龍ヶ崎観光アンバサダーの任命式も予定しております。この観光アンバサダーにつきましては市の観光資源や物産品を広く市内外へと PR することを目的に同観光物産協会が募集を行ったもので、このほど新たに3名の観光アンバサダーが決定いたしました。決定した3代目アンバサダー3名と引き続き活動していただく2代目アンバサダー3名には今後も龍ヶ崎を広く周知するとともに、今年の桜祭りでもお客様に龍ヶ崎の PR を行っていただく予定です。ご来場の皆様は楽しい一日を過ごせるようイベントを盛り上げてまいりますので、ぜひ多くの皆様にお越しいただければと考えております。続きまして市内若芝町の西洋館の調査報告会についての情報です。市内若芝町阿座長山前に残るレンガ造りの西洋館は、土佐藩家老の重臣で明治期に後藤正三郎や板垣退助らと共に活躍し、実業界政界で多くの功績を残した竹内綱とその長男明太郎らが設けた竹内農場内の別荘で、敗戦後の日本を立て直した首相吉田茂はその竹内綱の五男にあたります。これらの人物やその歴史的経緯施設等については平成28年9月から市が調査を行ってまいりましたが、昨年4月からの市障害学習課の資料調査や業務委託による測量調査等では
真実を含む多くの発見があったことから、市でその調査報告書を作成し、合わせて市民の皆様を対象とした報告会を開催するものです。期日は4月21日の土曜日、会場は市役所附属棟で、当日は生涯学習課からは竹内綱のご子孫から寄贈された関係資料等の調査結果についての報告を、測量調査棟の委託業者からは西洋館が東京駅、丸の内駅舎など観光庁の建設などに徴用されていた、常識面性のレンガで建てられていることなど、施設自体の調査結果についての報告を行う予定です。次に、龍ヶ崎市の歴史の話が続きますが、冊子龍ヶ崎の水戸街道と古水戸街道についての情報です。この冊子は水戸街道と古水戸街道の道筋とその界隈に現存する遺物や遺構を調査してまとめたもので、市指定文化財の現況調査や若芝塾散策会などさまざまな環境保全活動等を行っていただいている龍ヶ崎市民環境会議文化環境部会の皆さんが4年を超える期間をかけて自らの足で聞き取り調査等や編集を行ったものです。取材にあたっては建造物等の所有者に取り組みの趣旨を説明しながら一件一件取材交渉を行うなど大変苦労されたとのことで、こうした苦労の甲斐あって地元の人しか知らないようなお話が聞けたり、普段は一般に開放していない建物の中を見せてもらえたりとたくさんの発見もあったそうです。こうした貴重な情報が盛り込まれた充実した内容となっておりますので、ぜひ市内市外を問わず多くの方にご覧いただき、歴史散策等の一助として活用いただくなど龍ヶ崎の魅力再発見につながることを願っています。次に、市役所男性職員の育休取得率3年連続 100% 達成についての情報です。本市ではまちづくりの方向性を示す最上位計画第2次ふるさと龍ヶ崎戦略プランの中で、ふるさと龍ヶ崎戦略プランに引き続き子育て環境日本一を掲げ各種取り組みを行っておりますが、龍ヶ崎市役所においても子育てをする男性職員が働きやすい子育てしやすい環境を整えるためにさまざまな取り組みを実践してきました。これまでの取り組みとしましては、育児経験者と育児休業の取得を考えている職員等を集め話し合いの場を設けたり、育児休業の取得を考えている職員と育児経験者をマッチングさせて育児に対する不安を解消させる育児休業メンター制度の導入などを行ってまいりました。こうした取り組み等により龍ヶ崎市役所内では周りの職員が男性職員の育児休業を心よく受け入れる体制や環境が整っており、男性職員に子どもが生まれたら育児休業を取得するのは当たり前という考え方が市役所内どの部署においても浸透しております。こうした諸々の取り組みにより平成37年度から育児休業取得率3年連続 100% を達成できる見込みとなっており、これにより男性職員の育児休業取得率は3年連続日本一となります。以上で私からの本日の情報提供を終わりとさせていただきます。詳細につきましてはこの後担当から説明いたします。